ここからは言えば言うほどです。はい。ということでございまして、こちらの方ですが、シルバーワゴンさんからもいただいておりますが、坂井のり子さん復帰会見しましたですね。ねこれも大きく話題に。芸能ニュースでね、はい。ピカラジオ聞くゲスナーさんからもいろいろいただいておりますけれども、ラジオは常に CBC さん、女優復帰ということで、覚醒剤使用からの更生ができれば、社会復帰は当然なことだと思います。しかし、一度は介護職に就きながらそれを中途半端に投げ出して、なぜ女優復帰かという疑問も感じます。やはり一度華やかな世界を味わった人はその華やかさが忘れられないのでしょうか。それにしてもそれを認める芸能界の体質もいかがなものかと思いますけれども、ということでありました。ハムソーセージさんからも、みんなで彼女がちゃんとできるように見守ってあげてほしいと思いますという、この人はもうファンの方でしょうね。マンモスなんとかさんからもいただいておりますが、ほんまに胸くそ悪い記者会見でありましたですけれども、というこの人はね、こんな人に演じられるお市の方が不憫でなりませんと、もう徹底的にやっぱり反対する意見もあります。はいはい、エロいウサギさんもは、デビュー以来の大不安の僕はやっぱりね、マンモス待ってましたということでありました。ノリピー語ですか。はい。しかしそのノリピー語も本当にな、なんであんな言い方させないかんねやという、する方もする方、させる方もさせる方やっていうお便りも田中信さんから、田中信さんはなんか普通にマンモスレピーと言いながら、この客観的に書いてあります。はい、EDE さんからも、それからシャータイさん、大絶景のバカ満点さんからも、ワカメジャケさんからも、そしてゲームボーイアデランスさんからも、本当になんかあんな言い方させんでもいいのに、せんでもいいのにという、こういうようなお便りもいただいておりました。はい、この方、ガッツ一物さん、私の夢はノリピーに介護してもらうことだったんですけども、と、こういう人は余計残念やわ。介護の世界でね、はいはい、ランティーで頑張るいう話でしたから、ね。はい、それが女優復帰ですか、正直芸能界は甘いなと思いましたが、これにはこんな事情もあるようです。彼女が出演していたコマーシャルの企業への違約金や CD 回収の賠償金、彼女がプロデュースしたブランドの商品の買い取りなど、その金額は5億円にも上るらしいです。その5億円を肩代わりしたのは彼女が所属していたサンミュージックだそうです。当然ながら彼女には5億円を返済する義務が発生しております。そういたしますと、介護で5億円というのはなかなかこれ返せんのではないだろうかと。いうことは、やはり、ノリピーは、5億円返すための一番のこの方法というのは、女優復帰ではないでしょうかという、こういうような意味もあるようですね。よく商売で、穴を開けた人が、これサラリーマンになって返します。なかなか返せんだし、商売の穴は商売で返すよりしょうがないんじゃないか、この金額は、ということも一般世間ではあるようで、そこの事情もあるんじゃないかということでもあります。